1851年のロンドン万国博覧会1851年のハイドパークにおける万国博覧会推奨宮で博覧会開会を宣言するビクトリア城を万国博覧会正面入り口推奨宮はハイドパーク内の成りきを中に収めていたロンドン万国博覧会はロンドンのハイドパークで1851年5月1日より10月15日まで開催された 国際博覧会である。世界で最初の国際博覧会であり、19世紀の一大人気イベントとなった。もしくは水晶宮博覧会とも呼ばれる。万国産業製作品大博覧会は、アルバート校、ヘンリー・コール、フランシス・フラー、そして芸術、工業、商業振興のための王立協会の他のメンバーによって、 近代の工業技術とデザインの祝典として組織された。ロンドン万国博覧会が大きな成功を収めた1844年のフランス工業博覧会を受けて組織されたものかどうかは議論されるところである。ビクトリア女王の夫であるアルバートコーは自ら有志したこの博覧会の熱心なプロモーターであった。大規模な博覧会を主催する格好とした。 実行力を築くため、政府に働きかけて1851年博覧会、王立委員会を結成させた。博覧会の会場となった建物は、水晶宮の名で大成功を得た。土木技師チャールズ・フォックスの助けを得て、ジョセフ・パクストンがデザインしたものである。パクストンが、ウィリアム・キャベンディッシュのためチャッツワース・ハウスに温室を、デザインした。 最の経験をもとにして作られた大胆な建築であり、鋳造された鉄骨、そしてほとんど、バーミンガムとスメジックでのみ生産されるガラスでできていた。この建築を監督した委員の一人に、イザムバード・キングダム・ブルネルがいる。この巨大なガラスの建物は幅1848フィート、奥行き454フィート、そして開業までたった9ヶ月という計画で建設された。 後にこの建物は、ロンドン南港シドナムに拡大移設され、地名は、クリスタルパレスと改められた。ロンドン万国博覧会は18万6000ポンドの利益を生み、ビクトリアアルバート美術館、サイエンスミュージアム、ロンドン自然史博物館を設立するために使われた。それらすべては、アルバートポリスと呼ばれた博覧会会場の南側、 ロンドン大学のそばに建設されている。博覧会は時折論争を引き起こした。見学者の大群が革命的なボートになりかねないと保守主義者たちが危惧する。一方、カール・マルクスのような求心派は博覧会を資本家の商品に対する盲目的崇拝の象徴であるとみなした。今日ではロンドン万国博覧会はビクトリア時代の象徴となっている。 彫刻交番による差し絵の入った展覧会の厚いカタログはハイビクトリアンデザインの最も主要な原点である。アルフレッド・チャールズ・ホップズは博覧会で当時高く評価されていた状の欠陥を暴いて見せた。フレデレック・ベイクウェルは今日のファクシミリの原型を実演した。現存する世界最古のスポーツイベントとされるヨットレースのアメリカスカップは ロンドン万国博覧会の記念行事として行われた、ワイト島一周レースが短所となっている。ありがとうございます。